フリーランスで働く独身の一家は、両親の住む田舎に帰り、インコを飼ってのんびりと暮らしていた。ところがそんな一家の元に弁護士が現れ、息子に慰謝料を請求するという、突然の出来事に一家は戸惑うのだが、どうやら弁護士は、あるとんでもない勘違いをしていたのだった。そこで一家は彼に真実を伝えるのだが、果たしてその結果はいかに。息子の太郎丸に慰謝料を請求するという弁護士に、太郎丸は鳥だと伝えた結果。この間、詐欺に遭いかけたんだけど、犯人があまりにも間抜けだったので、お金を騙し取られずに済みました。今思い出すと笑える話なので、何の役にも立たないかもしれないけど、ちょっと語らせてもらってもいいでしょうか？よかったじゃん、詐欺を未然に防げたってことでしょ？ここにいる住人は基本暇なはずだから役に立つとか気にしなくていいよ。詳しく教えて。ありがとう。私は今年で34歳、ちなみに独身です。大学進学と同時に実家を出て以来、悠々自適の一人暮らしをしてたんだけど、1年ほど前に、実家に戻ることになった。というのも、もともと体の弱かった母が持病を悪化させて入院することになってしまって。実家では両親が2人で暮らしていて、定年間近のサラリーマンの父は、どこも悪いところはなくバリバリ働いていた。だから入院が長期にならなければ、わざわざ私が帰る必要もなかったんだけど、父は昔から猛烈な仕事人間だったため、家事は一切できない人で、お米の研ぎ方もわからず、洗濯機の回し方も知らない。つまり母がいないと一日も生きていられない父のために、私が呼ばれた、というわけだった。私は、この機会にお父さんも家事を覚えればいいのにとか文句を言いつつも、いずれは実家に戻って両親の面倒を見るつもりだったし、長年住んでいたマンションを引き払って、父の待つ家に引っ越すことにした。実家は田舎にあるので、一気に生活環境が変わってしまったんだけど、幸い私はフリーランスで、どこにいても仕事ができるし、久しぶりの実家暮らしは結構快適だった。実家の家事と父の世話はしなくちゃいけないものの、思っていたよりも父は自分のことは自分でやってたし、今までは常に一人でご飯を食べていたのが、父とワイワイおしゃべりしながら食卓を囲むのは楽しかった。父も、母さんと味付けが違うなんて偉そうに言ってきたけど、娘と暮らせるのはすごく嬉しそうだったよ。ただ一つだけ、私には困っていたことがあった。それは、ご近所とのお付き合い。マンションにいた時は、近所付き合いといっても、隣の部屋の人に挨拶するくらいだったんだけど、実家のある田舎はご近所との人間関係が濃くて、町内の清掃とか、いろんな行事とかで何かと集まりがある。父は仕事が忙しいので、町内関係で何かあると母が顔を出してたみたいなんだけど、その母が家にいないとなると、私が代わりに参加しないといけない。職業柄、家にこもりがちで、どちらかというと人と話すのが苦手だった私にとっては、このご近所付き合いは、なかなかしんどかった。しかも私は、突然田舎に戻ってきた30代の娘と来たものだから、嫌でもご近所さんたちの好奇の目にさらされるわけで、それでも皆さん大人なだけに、あれこれ詮索してくることはなかったんだけど、ただ一人、実家の隣に住んでいた、おそらく60代くらいの A 子さんという女性は、私にプライベートのことをずけずけと聞いてきた。まあ私が実家に帰ってきた理由も別に隠すようなことではないし、聞かれたことに対しては、普通に返してた。ところが A 子さんは何を期待してたのか、私が独身だと明かしても、またまた、本当のこと言いなさいよ、と、信じてくれない。どうやら A 子さんは、母が家にいないのは父と別れたからだと思い込んでたらしく、私のことを、父の新しい奥さんなんじゃないかと疑ってたみたい。もちろん、慌てて否定したけどね。でも、私が家で仕事をしている、ということだけは、どうしても信用できないみたいで。もうお嫁に行って子供が2人くらいいてもおかしくない年頃なのに、いつまでも親のすねをかじってちゃダメよ、と顔を合わせるたびに説教されていた。当然ながら私は A 子さんのことが苦手になってしまい、なるべく彼女を避けるようにしていた。そしてある日、母のお見舞いに行った時に A 子さんのことでつい愚痴をこぼすと、母も、A 子さんとは、あまり関わらない方がいいわよ、と、苦笑い。やっぱり母も、彼女には何かと苦労させられてたらしい。それから母が言うには、A 子さんは人のことを知りたがる割には、自分の身の上は話したがらないようで、母を含め町の人たちは、彼女のことをちょっと警戒している、とのことだった。まあそんな感じで、ご近所付き合いの悩みはあったものの、実家に来て1ヶ月経った頃には、私はすっかり田舎暮らしに慣れてしまっていた。引っ越してきたばかりの頃は、歩いて行けるところにカフェがないのが不満だったけど、あえて外に出なくても、実家なら静かな環境で仕事もはかどるし、最初感じていた不便さも、それほど気にならなくなっていた。ただ、
人間って贅沢だなぁとつくづく思うんだけど、新しい環境でも、時間が経つとすぐに飽きちゃうんだよね。田舎暮らし最高って喜んでたくせに、だんだん単調な毎日が退屈に思えるようになってしまった。都会に住んでた時は、仕事に行き詰まった時フラッと街を歩いて気分転換する、なんてことができたけど、実家の場合は、外に出て歩いても、辺り一面、民家と畑しかない。ほんと、ないものねだりで、わがままだなとは思うんだけどね。静かな環境に長くいたら、街の喧騒が恋しくなっちゃったんだよ。そんな時、一致に思わぬ出会いが訪れた。ほんと突然だったんだけど、我が家でペットを飼うことになった。ペットといっても犬や猫ではなく鳥で、小さな水色の、赤星インコ。父の知り合いが飼えなくなってしまったとのことで、我が家に迎え入れることになった。その知り合いは仕事の都合で、急に海外に行くことになったらしくて、ペットに一切興味のなかった父は、どうやって世話したらいいかわからないし、最初は断ったみたい。でも、知り合いは他に頼める人がいないと懇願してきたそうで、困った父は、悩んだ結果、自分が世話できなくても、家には一致という世話係がいるから大丈夫だろうと、引き取ることにしたんだって、父の話を聞いて私は、なんで私に一言断ってくれなかったの？って、ちょっと腹が立ったよ。初めっから私に世話をさせる気満々なんだもん。それが、ケージに入れられて我が家にやってきたインコと対面したら、そんな不満は一気に吹き飛んでしまった。つぶらな瞳で首をかしげる姿がなんとも可愛げで、腕を差し出すととことこと歩いて乗っかってきてくれて、愛らしいことこの上ない。ちなみにインコはオスで、名前は太郎丸。太郎丸は前の飼い主さん、つまり父の知り合いがつけた名前で、私は聞いてすぐに有名なラグビー選手を思い浮かべたんだけど、知り合いがラグビー好きだったかどうかは今も不明。インコの太郎丸が実家にやってきたことで、一致の生活は一変したようだ。それまでの私は、仕事柄生活が夜型になりがちだったんだけど、太郎丸と暮らすようになってからというもの、毎日早寝早起きするようになった。鳥は朝が早いからね。朝起きて、太郎丸のケージを掃除する、というのが私の日課になり、おかげで体調も良くなって、一日を有効に使えるようになったよ。人懐っこい太郎丸は、ケージに顔を近づけると嬉しそうに寄ってきて、機嫌がいい時はゴニョゴニョとおしゃべりしてくれる。たまにケージから出してリビングで自由に遊ばせてたんだけど、名前を呼ぶと肩とか頭の上に乗ってくるし、最初は太郎丸に興味がなさそうだった父も、あっという間に彼の虜になってたよ。仕事から帰ってくると、真っ先に太郎丸のところに行って、デレデレした顔で、ただいま太郎ちゃんなんて声かけてるし、で、そんな風に太郎丸に癒される毎日を送ってたものだから、私の表情も、自然と明るくなってきてたのかな。ある朝早く、ゴミ出しに行こうと外に出たら、例の A 子さんに出くわして。あら、なんだか機嫌が良さそうね。と、声をかけられた。朝っぱらから絡まれたくないと思った私は、おはようございますとだけ挨拶してその場を去ろうとしたんだけど、A 子さんは私の前に立ちはだかり。一致さん、珍しく早起きなんじゃない？と話しかけてきた。その時、うちの子が朝早いもので。と私はつい、太郎丸のことをうちの子と言ってしまった。太郎丸はすでにペットというより、家族の一員だったからね。そしたらやっぱり A 子さんは目を丸くして。うちの子、男の子、女の子と、すかさず身を乗り出して聞いてきた。そこで私が、男の子です。と答えると、A 子さんは、さらに目を大きく見開き。名前は？というので、太郎丸です。と、私は少し照れながら答えた。すると A 子さんは、どこかで聞いたことある気がするけど、珍しい名前ねえ。と言って首をかしげ、その後、うっふ、もしかしたら今流行りの、キラキラネームかしら？って笑いながら、私の肩をポンと叩いた。私は、いやいや、太郎丸はキラキラなんかじゃないし、と少しムッとしつつ、そもそも太郎丸はインコなのでと A 子さんに言おうとしたんだけど、A 子さんは何か用事でも思い出したかのように、スタスタと歩いてどこかへ行ってしまった。私は、きっと何か誤解されてるなとすっきりしない気持ちだったものの、まあ次の機会に説明すればいいか、と思い直し、そのままゴミを出しに行った。A 子さんは一致に子供がいると思ったんだね。そうなんです。独身でかつ、子供がいると思われちゃったみたいで、A 子さんの想像力を、ますますかきたててしまったようで。それで次の日、私が庭の掃除をしようと午後、外に出たら、A 子さんが待ち構えていたかのように私の方に近づいてきた。いつもの私なら、彼女を見るとすぐ隠れたくなるところだったんだけど、ちょうど太郎丸がインコだってことを話す機会だと思い、私は A 子さんに歩み寄って、こんにちは、うちの太郎丸のことなんですが、
と、私から声をかけた。ところが A 子さんは私の言葉を遮るかのように。そうそう、太郎丸くんは元気。と前のめりになって聞いてくる。おかげさまで、と、私。それからは、声は全然聞こえないみたいだけど、太郎丸くんはいつも家にいるの。うちの子はわんぱくで、おしゃべりも結構得意なんですよ。でも小さいうちは外で遊ばせないと丈夫な子に育たないわよ。そうですね、たまには外に出して、新鮮な空気を吸わせてやってもいいかもしれないですね。と、またもや A 子さんのペースに巻き込まれ、私はなかなか本題に入れない。そしてようやく、実は、太郎丸はと私が言いかけたところで、A 子さんは今回も私の言葉を待たずに、さっさとどこかへ行ってしまった。しかも今回は、にやりと不敵な笑みを浮かべて、私は、嫌な予感がした。そして A 子さんに対して、ある疑念が湧いてきた。どうも A 子さんは、うちの太郎丸になみなみならぬ興味を持っているらしい。もしかしたら、太郎丸を連れ去ろうとか、よからぬことを企んでいるのかもしれない。そんな恐ろしい考えが、ふと頭をよぎったんだけど、私は慌てて打ち消した。いくら A 子さんが変わってる人だとはいえ、そこまで悪人なわけがない。しかも、よく考えてみれば、太郎丸はずっと家の中にいる。仮に A 子さんが何かを企んでようと、悪さをされる心配もない。私はそう考え直して、A 子さんの言動はあまり気にしないようにした。異様に太郎丸のことを知りたがる A 子に警戒心を抱きつつも、家にいるインコに対して悪さのしようがないだろうと思い直した一致。それが数日後、とんでもない事件に巻き込まれることになるとは、この時の一致には予想もできなかったのだった。その日も、いつものように2階の仕事部屋で作業をしていたら、玄関のチャイムが鳴った。こんな朝早くに誰だろうと思い、インターホンのモニターを覗くと、なんと A 子さんが映っていて、険しい顔つきでこちらを見ている。そして彼女の隣には、スーツを着た、見知らぬ若い男性が立っていた。見るからに怪しい組み合わせだった。そこで私が、すみません、どちら様ですか?と聞くと、A 子さんは、私よ、見ればわかるでしょ。早くドアを開けてちょうだい。と叫ぶ。いえ、A 子さんのことはわかるんですが、お隣にいる男性は、どなたでしょうか?私は彼女の剣幕にひるみそうになりながらも、あくまで冷静に対応した。すると、この方は弁護士さんよ。大事な話があるから、早く出てきてちょうだい。なんと A 子さんは、男性が弁護士だと言ってきた。私は、何がなんだかよくわからないけど、A 子さんの聞き迫る様子からして、とりあえず話を聞いた方がいいのかな、と思った。そこで急いで階段を降り、洗面所で髪を整え、玄関を開けてみると、弁護士を名乗る男性が開口一番。息子さんに慰謝料を請求します。と言ってきた。ポカンとする私。私には息子なんていないし、慰謝料を払うようなことはしてないし、何のことやらさっぱりだ。で、息子に、慰謝料、ですか?と私がそのまま弁護士に聞き返すと、弁護士は、とぼけても無駄ですよ。息子の太郎丸くんが、A 子さんの家の塀に落書きをしましたよね。普通なら器物損壊で被害届を出されるところですが、慰謝料を払えば示談で済ませてあげると、A 子さんは言ってくれてるんです。警察沙汰にされたくなければ、おとなしく慰謝料100万円、今すぐ用意してください。と、一気にまくし立ててきた。いやいや、何を言ってるんですか?私は、ますますわけがわからなくなった。A 子さんは本気で太郎丸が落書きしたと思って、弁護士を雇ったのだろうか?A 子さんが憤慨している様子を見ると、家に落書きをされたのは、どうやら本当らしい。彼女によると、今朝起きて外に出たら、家の塀に、へのへのもへじの顔が描かれており、その横にはタコだのアホだのと、およそ小学生以下かと思われるレベルの字で、落書きがされていたのだという。で、この辺りには子供のいる家は少ないから、犯人として考えられるのは、うちの太郎丸しかいない、と言い張るんだけど。どんなに頑張っても、インコの太郎丸が落書きなんてできるわけがない。そこで私は、弁護士と A 子さんに向かって。確かにうちの太郎丸は賢い子ですが、落書きできるほどの芸達者ではありません。と言った。すると弁護士は目をつり上げ。何をふざけたことを言ってるんですか。今時幼稚園の子供でもひらがなやカタカナくらいは書けるでしょう。と苛立ちを見せ始める。だから、太郎丸は字が書けないんですよ。とため息をつく私。ところが、そうやって人をバカにしてると、いい加減警察呼びますよ。とにかく息子さんを出してください。弁護士があまりにしつこいので、私は、それじゃあ、こちらへどうぞ。と言って、弁護士と A 子さんをリビングに案内した。そして、リビングの棚の上に置いてあるケージを指差し、この子が、太郎丸です。と言うと、
それは一致さんのペットでしょ。ふざけてないで早く太郎丸を出しなさい。A 子さんと弁護士さんは、顔を真っ赤にして怒り出した。こうなったら、しょうがない。私は、太郎丸本人にも協力してもらおうと、刑事に向かって、太郎丸と呼びかけた。すると、はい。リビングに、太郎丸のダミ声が響き渡る。もう一度私が名前を呼ぶと、太郎丸はさっきよりもはっきりと大きな声で、はい。と返事をしてくれた。嘘、太郎丸って、鳥のことだったの。A 子さんがみるみる青ざめていく。弁護士も言葉を失った様子で、口をポカンと開けたまま、太郎丸を見つめていた。一生懸命言葉を覚えさせた甲斐があったと、この時つくづく思ったよ。私と父で毎日話しかけた結果、太郎丸は、自分の名前を覚え、返事もできるようになってたから。太郎丸の正体は鳥だとわかり、A 子さんと弁護士が凍りついている中、当の太郎丸はご機嫌そのもの、頭を上下に激しく振り、太郎丸、はい、おはよう、おやすみ。と、大得意でおしゃべりを披露していた。と、その時。あら、ビーゴくん、久しぶりね。そう言ってニコニコしながらリビングに入ってきたのは、私の母だった。うわぁ。と悲鳴を上げる弁護士。A 子さんも。え、奥さん、入院してたんじゃなかったの。と、ますます顔面蒼白になりながら後ずさる。実は、母は前の日の夕方に退院し、家に帰ってきたところだった。今日は大事をとって2階の寝室で体を休めていたところ、玄関があまりに騒がしいので、こっそり様子を見に来たらしい。それにしても、私も驚いてしまった。母が弁護士のことを、B を君と親しげに呼んだんだもん。一体何がどうなってるのやら、私の頭の中はハテナマークでいっぱいだったんだけど、この後、母の話を聞いて、一気に謎が解けた。なんと弁護士は、A 子さんの息子だったんだよ。彼は高校を卒業後、仕事に就かずにフラフラしていたらしく、近所の人たちにも心配されてたのだとか、ところがいつの間にか姿を見かけなくなったので、きっと遠くで就職したのだろうと、誰もが思っていたのだそう。それが、久しぶりに顔を出してきたと思ったら、こんな詐欺まがいのことをするなんてねえ。どうせ家の落書きも、あなたが自分でやったんでしょ？母が呆れたように言うと、ごめんなさい。弁護士、いや A 子さんの息子が、泣きそうな顔で叫んだ。そう。今回の落書き騒動は、私から慰謝料を騙し取るために行われた、自作自演だった。太郎丸を小さな男の子だと勘違いした A 子さんが、お金に困って実家に帰ってきた息子と共謀、自ら塀にスプレーで落書きをして、罪のない太郎丸に、落書き犯の濡れ衣を着せようとしたんだよ。手口があまりに間抜けすぎて、私も母も、力が抜けてしまった。嘘がバレた A 子さんと息子は、そそくさと去っていこうとしたけど、もう遅かった。母がとっくに警察に連絡していたらしく、二人が玄関を出ようとした時にはすでに、家の前にパトカーが止まってたんだよ。出てきた警察官に二人は、一気に騙されたとか、太郎丸が鳥だなんて知らなかったとか、今さら言い訳にもならない言葉をわめいて抵抗したものの、結局親子仲良く、連行されていった。太郎丸グッジョブ。お母さんもグッジョブ。へのへのもへじ、懐かしいな。一致の話を最後まで聞いていれば、鳥を落書き犯に仕立て上げるなんて間抜けな犯罪を犯さずに済んだのにね。太郎丸が落書きできるわけないからすぐにおかしいとわかったんだけど、弁護士が偽物だってことは、最初は気づかなかった。だから彼らが来たのが母の退院したタイミングとぴったりで、ほんと助かったよ。今、母はすっかり元気になり、実家で家族3人仲良く暮らしています。きっと私が太郎丸をうちの子と呼んでしまったのが、A 子さんを暴走させるきっかけになったんだろうなとは思います。でも鳥だろうと人間だろうと落書き犯の濡れ衣を着せようとしたんだから、A 子さんも息子も自業自得だよね。ちなみに今でも A 子さんの家の塀には自作自演の落書きが虚しく残され、ご近所さんたちの笑いのネタとなってるみたいです。突然一致に慰謝料を請求してきた弁護士は、金に困って詐欺を目論む無職男だった。母親と共謀して一致から100万円を騙し取ろうとしたのだが、親子で間抜けな勘違いをしていたために、自ら墓穴を掘ってしまったのだ。もしもあなたに、一致のような隣人がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、インコの知能は非常に高く、人間でいうと2歳から5歳くらいに相当するようです。